直縮も、香港発5ピースロックバンド。2005年夏に結成以来、メンバーチェンジが頻繁にあり、2008年春に、ラインアップが決まる。ロックを主にいろんなジャンルをブレンドすることで知られる。観客からはよくインディーロックや、マスロックとしてカけゴライズされる。2005年夏、香港のメタルバンドリーグオブヒーローズのヤンキュリアスと、香港バンド、イエカのマイクオレンジが、 スタジオでのジャムセッションをきっかけに再ドプロジェクトを始める。ガールロックバンドハードキャンディーのヤニャンパンをベースに、ロックバンドのイニスフォールンのチョンホードラムに迎え着くも結成。当時のレパートリーにはパンクとガレージロックの影響が見られる。2006年春、マイク・オレンジが個人的な理由でプロジェクトを去る。マイク・オレンジが去った後か、シング・ロをギターに迎える。 2007年マニラにてツアー、その後でも CD を作成。2008年春、ギターの歌、シングル・ローとドラムのチョンホ二人が、メインバンドに集中すべく着区もさる。ギタリストとドラマーが去った後、異色ローのレ・ハンターが、ギター、リーグ・オブ・ヒーローズのキティ・トラブルが、ドラムに加わる。さらに、元ギターのマイク・オレンジが戻り5ピースバンドとなる。 前のレパートリーは使わないと決心、新しい曲を手に2008年7月に新しくデビュー。ザアンダーグラウンド HK のコンピレーションアルバムにオリジナル2曲乗る。その後タイムアウト香港から香港のトップ20ミュージシャンに選ばれ、香港で有名なミュージシャンの高陽明とオルターナティブシンガーの難易氏と肩を並べる。 メンバー2名不参加で、マニラに2度目のツアーにてツアー。アジアの様々なインディーバンド、I.A.M. David Sparkle、Free Love, Everybody Loves Irene エトセトラと一緒に演奏。マレーシアツアー後ベースのヤニャンパンがバンドを去る。代わりのベーシストが見つからず、バンドの友達アルビン・ロが、仮ベーシストとして加わる。2009年9月にタイムアウト香港と、 ディーゼル主催の Wee LL Maker はアルバムコンテストに出る。コンテストの審判には、香港で、名高いケルビン・ウェイボン、高陽名、高野京、ドファン七巻が選ばれ、優勝したバンドには、アルバムの費用や、ディストリビューションが約束される。コンテストに優勝し、初のアルバムザ。キング・ロスト・ヒズ・ピンクの制作にかかる、アルバムのミックスマスタリングは、 ザインビジブルメンのシャヒロフミオ、そしてアルバムのカバーデザインは、香港のアーティストサイモン・バーチが担当。タイムアウト香港からトップ20香港ミュージシャンに選ばれ、タイムから、ここ数年中国南部で最もカリスマ的なバンドと評価される。2009年 CNN 号から、香港ホットリスト、香港で見たい、人トップ20に選ばれる。 ベース担当のヤニャン・パンが去った後香港バンドのタッセットクローゼット。と、ノーツエグゼスベーシストのバニラ、ランや友達のアルビン・ロが仮ベーシストとして加わる。2010年2月にケント・エニシングが正式にベース担当として加わる。ありがとうございます。